2018年メキシコ総選挙は2018年7月1日にメキシコで行われた選挙である。大統領選挙並びに連邦議会選挙の128議席と大議員の500議席と地方選挙が同時に行われた。大統領選挙は新交差派政党の国民再生運動所属のアンドレスマヌエル・ロペス・オブラドールが当選した。国民再生運動と 連携する労働党、社会結集党の3党は合計得票率が上下両院とも40%を上回り最大勢力となった。一方、現職の大統領であるエンリケペーニャにへと率いる制度的革命党は得票率が両院とも20%を下回った。地方市長選挙でも左派候補が躍進した。 有権者数8933万2031人、投票者数5661万1027人、投票率63.43%であった。選挙期間中に候補者を含む130人を超える選挙関係者が殺害された。アンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドールは50%以上の得票で選挙に勝った。これは、 少なくとも1988年以来、大統領候補者が過半数の投票を獲得した、初めてのことである。州ごとで見ると、ロペス・オブラドールは、全32州のうち31州で勝利した。選挙の結果、一緒に、私たちは歴史を作るだろう連合は、下院の議席の60%超、上院の議席の50%以上獲得した。与党の制度的革命党は、 議席の75%以上を失い、国の他の主要政党、国民行動党は、会員での議席の25%以上を失い、上院では40%を超えた。会員上院彼女は選挙から脱退したが、彼女に向かっての投票は受け入れられるだろう。ありがとうございます。